本当作りたくなかったんだけど。もんだね、ことは。さすが、三人やられてる。いやー。僕の考えた最強の防撃急務だな。わお、人口がね少し減ってきたところで8人来ました。受け入れます。さあ、食料が1ヶ月分しかないぞ。増産できるか。ここの住居ダメになってる。なんでだ。悪くはないんだよね、ここ。あ、29、30下回ったからか。そういうことか。じゃあなんか、立ててあげないとね、近くに。ちょっと待ってくれ。ここすげえ狼がいるんだけど。うーわー、この山最悪だぞ。石はね、結構ある。ね、石結構あるけど、狼の巣が2つある。1個だったらなんとかしたけど、これはきつい。これはきつい。2人でどうにかなる問題ではないな。だから、こいつ、ここの働かせる人たちは、あ、違う、掘ったで小屋だ、これ。ここの労役所はさ、こっち側の石中心でさ、あっちあんま行かないようにしないとな。弓はあるんだね。剣は2個しか買ってないから、あんまねえよな。なんで、ここ水も必要か。いや、いろいろと忙しいんだな。ここでいいでしょ。すべてのところが近いし。あ、だったらこっちの方が良かったかな。あ、君は何しに来てくれた？木材もできたのかな？あ、二人目としてきたんだ。狼、これ、狼いるだけじゃ撃たないのか？撃ってる、撃ってる。よし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 。あ、わかった。ここに狩人小屋も建てないとダメだ。ね。で、あいつを撲滅するためには、狩りが必要でしょう。肉の捌くのも必要だしね。オッケーオッケー。とりあえずは、ここのね、トイメンに立てるけど、まあ、弓、矢倉2人いるから、狩りが1人で頑張ってもらうしかない。うん。で、ここがね、完成したらやりたいこともあって、ちょっと場所移動させるね。まず、この石中心。で、この荷馬車がね、そんなに役立ってなかったんだよね。なんかさ、いつもさ、仕事を探していますって言ってたじゃん。そういうこと。お前らたちの仕事はこれ。ここから運ぶこと。で、ここらで鉄鉱石とかも取って、それも運ぶ。将来ね。そういう感じだね。大量の人間がこっち行ってるね。掘ったてがいつか使うかな、誰か。わあ、使ってる使ってる。掘ったてが一つじゃ足んねえかもしれない、この単身赴任場。え、むっちゃ4人以上入ってね、メイディア。あ、なるほどね。先に、
あれか、名前来てから入るのか。いやー、これ、いいね、いいね。死体がどんどん増えていく。案外だから、狼もさ、いいかもしれないね。食料と考えれば。あ、僕の考えた最強の砦もね、やっていかないと金、あ、金もね、税金増えてる増えてる。すご。あ、うわー、見てくれよ、これ。まだこっちはまだだけど、こっち、できてんだ。だからだ、うやっほーい。で、なんかね、足りない、足りないですね。レンガが足りないですね。で、何もかも足んなそうだから、ちょっとこれはね、来年また春になったらレンガ買ってだね。うん。あ、バグかな。この人にもういないのにずっとこれ消えなくなっちゃった。いないもんね。冬だし、何せ。まあまあそこはいいとして。下流の小屋もね、アップグレードできることを知ったんで、こっちともね、できればいいなと思って今、完成を待っています。わかりやすい。さあさあさあ、トレーダー何売ってくれる人なんだい？ああ、安い武器か。安い武器でも買っとくべきだな、これは絶対に。で、やった、我らが蜂蜜が高く売れる。いや、ほーい。これこそよ、望んでいたものは。で、安くしか売れないんだったら、売りません。鉄はね、買いたいぐらいだから。売らないよ。あ、あ、こいつ。安いね。買い取りだけどね。ちょっと粗末な武器でもいっぱい買うとして、石鹸。あ、買う分には安く買えるね、すごくね。肉ってこんなに高いんだね。柳か、柳まあまああるからいっか。まあ、これ売るんだったら高く売れる。この後期を目指して、もう一回ね、売るがいいかな。ちょっとさ、トマトの武器、20個ぐらい買っとこうよ。均一武器がなくてさ、困ってるから。オッケー、よくやってくれた君に助かったよ。今日でも春になったから、いろいろね、増えてるでしょ。ここの朝はいい感じかな。そうだ。でね、砂を取ろうとしたのもやってなかったんで、これを思い出すときにね、やっちゃいましょう。砂取るのどこがいいかな。ああ、今砂取るとかできねえわ。なぜかって言ったら、移動中だからだ。まあ、いっか。まだ今道作ってもらえばいいか。はい、庭車製作所できました。これはね、庭車かなりね、稼働するんじゃないかな。ここでさらに鉄も取ることになったらすごいことになるだろうね。さて、じゃあ砂ね。OK でーす。
それレンガ高いんだけど買っちゃいますね。40だけ足らなかったよね。その40だけ買います。760もしました。街灯がね高くくれたんでよかったかな。これでここ足りるよね。レンガ40、範囲も広がるしね。おっと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 、病気に結構なってるけど回復してる。これ場所分かってんだね。ここなんだよ。絶対ここだと思って俺も。いや、現れましたで、ね、死んでますけども。さて、ここのね、パワーアップをしていきます。みんな武器とかさ、安いの買ったから持ってるよね。いや、粗末な武器、すまん。本当にすまん。本当にすまん。ただ弓はね、アップグレードしたからね、多分いい弓ができるんじゃないかな。新しいレシピの追加ってあるので、ここもアップグレードします。だ。弓屋さん自体をアップグレードすればいいのかな。ちょっと、タレが少しずつ行き渡ってる。いや、レンガ絶対いっぱい必要なんだよな。クソ、レンガ買うか。アリがね、全部買うか。オッケー、これでもう、スカンピンです。人がね、労働者が28人、すごい余ってるんで、余ってる粘土をね、陶芸で消費していこうとか、そういった形でね、使っていっちゃおうと思います。やったぜ。肥料。甘いよりも、こっちのね、ここはね、食べ物の一番でかいところだ。ここね。あ、もう雑草レベルない。オッケーオッケー。じゃあ、ここはさ、寒さに強いの。寒さに強い。ニンニン入れちゃおうぜ。いいんじゃない？あ、で、砂を取ってきてるからさ、これがさ、砂、近づいてくるよね、きっと。砂4人で取ってくるや。で、多分砂掘るとこも水飲みたくなったりするんだよね。井戸だけは立てよう。で、木材がね、ちょっとずつやっぱ足りなくなってくるような感じだろうね。まあそうやっても相当人数余ってるんで、全然余裕でしょ。あ、はい、ね、やっぱりよく見てたらね、今復活したんだけど、範囲内に魚がなくなる時期が出てきますね。このちっちゃい泉に2つはね、無理があったのかもしれない。ちょっと食料なんでさ、急遽建てたところがあるから、なんか下の方に湖なかったっけ、もう一個。で、迷ったよね。上の湖にするか、こっちにするかみたいな。あ、ここら辺にあったんだっけ？それだとわかんねえか。まあ、また一個湖できたら、釣り場はね、移動させようかな。ここ、狼の通さ、狼いないよ。撲滅させられてる。すごいね。狩人とさ、ここの耳たい二人ももういらねえと思うけど、うわ、つんよ。マジつんよ。ね。で、カリド騎士もここ強くしたから。アップグレードしてるもんね。いやいやいや、なんだろう。すんげえこれ。あ。え、なにこれ。あ、鉄にで罠ができる。罠は作りませんよ。これ、ちょっと、お願いしますね。鉄は、貴重ですから。いやでもやっぱ鉄を掘ってくっていうのもさ、今のうちから必要かもね。砂か。たった900しか取れなかったらさ、大したことないんじゃないかと思うけどね。ここ石すごいあるからね、俺も石困らなくなってますね。まあまあそんなにあるわけじゃないけど。うん、普通にね、取るようになってるね。ちょっと石、
増やそうか。でここの道はね、すべてアップグレード中です、今。鉄の、あの石の道にしてね、素早く通れるようにしようと思ってます。結構ね、行き来が激しくなってきたんだよね、ここの。うわぁ、むちゃくちゃ運んでる。すんげぇ。鉄鉱石も運んでる、この人。なんだろう。取ってないよね。のけたまま来たのかな。で、この人は？あ、住居に備蓄。ミルク。なぜ？ミルクどっかから手に入れたんだろう。あ、で、そう、牛が食えたからさ、牛のエラーもなくなったしさ、いいよね。すごい、236も。260か。で、相変わらずね、もっとすごいのはね、パン屋なんだよね。パン昨年、あれ？昨年、あれ？パンっていつもさ、昨年700とか800とかじゃん。小麦粉、取られてんのか？何かに。266ある。あ、道具壊れてる。え？あ、100% 低減だって。うわ、大道具、大型道具、ちょっともうちょっと何個か持っとかないとダメなんだ。粉がなくなっているよ。少しあるけど。だからパンが少ないんだね。あ、昨年これだけ運んだってこと？この人。結構働いてんじゃん。だからこの人がさ、食料とかもさ、あっちに運ぶのかもね。そういうことだよね。あ、工場に、業者に新たに。この人は鉄売ってくれるじゃん。重要だよね。鉄買わないといけないから。鉄鉱石、いらない。鉄鉱石を売ってさ、鉄、ああ、大道具。大道具、必要です。壊れた時用に2個欲しいけど、とりあえず1個だね。うわ、鉄が高いんだ。鉄高いのか、66あるね、今。石は買おう。買えるだけ。で、そのためには、お、陶器を売ろう。よし。臨時で一人増やそう。いやー、うちの主戦力のローストが安いと。でも靴高く買ってくれるんだ。さっきの人に売っちゃったな。売らなきゃよかったな。カゴもこの人の方が高く買ってくれたじゃん。あ、そっか。カゴを全部こいつに、返してもらって、この人に売ればいいのが高く売れるから。靴も、そうか、靴も。79を869。61を671。OK。錬金術だね。ちょっと靴、すべて返してくれや。多少お金作れたね。で、このお姉さんが7日、あと5日いるから、いる間に決めたい。あ、もうダメだ。あれだけ壺売る。で、鉄が高いから、鉄はまあ待て。石を全部買うと。
で高いの。来年まで持つか60。じゃあ200買うか、石は。なんで日中入力受け付けないんだ。これを輸送します。